だなんだこれおい。はい。読んでよ。ああこれですか。サボるなよ。なんだこれおいとね叫びたくなるような募集をしております。文書の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。あのね安田さんね、はい、すぐ本番中なんだからね休まないでよ。コーナー説明あると思うよ。中田文雄のビバリーヒルズみたいに途中でハロー千葉が入るわけじゃないんだから途中で休んでダメだよ。さすが詳しいですね。ずっと自分たちでやるんだからね。ラジオネーム三平、はい、アイプチのプロフェッショナルこと辻のぞみさんが子供服のブランダを立ち上げたらしくブログで意気込みを語ってやがりました。この度子供服ブランドを立ち上げることになりました。ブランド名はサルルです。着やすく可愛くかっこよく子供らしく元気にパワフルにをモットーに頑張ります。しょうもないミニモニの分際で金ばっか儲けやがってよ。センスゼロのヤンママが作った子供服なんて誰が買うか。おいただです、ただでご近所さんに配れ。なんだこれおい。酔っ払ってんのかなこの人は。そうそうかな、うん、俺が聞いたことある時とコーナーが感じが変わってるね。変わってますね。変わってるね、うんうん、あいつこんなこと言ってましたよってコーナーあったと思うんですけど、あったんです。ほとんど一緒で一緒です。いつの間にかほとんど一緒になってきたんですけど、ね、はい、ね、騙しやすけし、はい、歌を出しては見たもののさっぱり売れなかったためホテルから男と出てくるところを報じてもらいやりまんとしてテコ入れした北野キーちゃんのブログより、今日は早朝から撮影をしております。初日というものはなかなか眠れないものです。13歳からずっとそう変わらない。映画とかドラマとか関係なく初日は緊張します。30分しか眠れなかった。何してるんだろう。枕に顔をうずめても心臓がドクドクしてうるさくて眠れなかった。おい中途半端美人、寝てない自慢してんじゃねえよ。なんか別のことをしてて寝れなかったんじゃねえか。おい本当に何してたんだ、正直に言いなさい。そしたらおじさんの股間もドクドク脈打つことになるから。あれなんかイカ臭い液体が出てきちゃったぞ。なんだこれおいな。ゲスだな。ゲスだな。クソだな。クソだな。今楽天と巨人が死闘を繰り広げてる裏でクソみたいなラジオ今私はやっております。ゲスだわ。あげとこ。あげてんじゃねえよ。ラストぐらいかな。今日はちょっと時間がないんでね。はい、ラジオの三平、タルドル体型の中島智子さんがクソ映画裸の美奈子の試写会に登場し問題の女性占い師について語っていました。今は彼女と一緒に住んではいませんが仕事は手伝ってもらってます。おい占いババア、いい加減中島さんから離れろ。地位も名誉も金も美貌も根こそぎ吸い上げやがってこのすっぽんババア、神田うのの専属占い師になって仕事辞めさせてくれ。なんかおい天才かよ。いい作戦だなおい。あげちゃうよパン。以上です。